ーの大国 TV。 わ、何か捕まえたよ。せーの、えい。あ、真っ赤アメリカザリガニが釣れたよ。可愛いからお家に連れて帰っちゃおっと。ルンルンルン。え、なに？アメリカザリガニって特定外来生物になるかもしれないの？そしたらこの子どうしたらいいんだろう。そっか、専門の先生に聞いてみよっか。それじゃあ先生の研究所へレッツゴー。今回お邪魔したのは国立環境開発法人国立環境研究所。脱力タイムズでおなじみの五箇浩一先生にお話を聞きました。五箇先生は生態リスク評価対策研究室の室長さんなんだって。うんうん、こんなすごい先生ならアメリカザリガニをどうしたらいいか教えてくれそう。五箇先生、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いしますよろしくお願いします。あれ、先生の周りはフィギュアですか？これ私のコレクションのフィギュアですね。すごいたくさん。怪獣かな？まあ、怪獣ですよ。やっぱ恐竜とか、要は今見ることができないクリーチャーですね。そういった、まあ、あと想像上の人、まあ、そういったものの造形が非常に、ね、好きなものですから。すごい、フィギュアがたくさんで面白いね。先生、私アメリカザリガニを捕まえちゃったんだけど、これって特定外来生物ってやつなの？実は一応改正外来生物法の方針としましては、これは特定外来生物に指定する予定になっています。それで、特定外来生物に指定するので輸入と販売は、まあ、これで禁止になります。改正が決まればですね。そっか、改正が決まると輸入と販売は禁止になるっていうことなんだね。そしたら今飼っている人はどうしたらいいんだろう。問題はただ、このアメリカザリガニとあと並んでミシピアガミミガメですね、ミドリガメと言われているこの2つが、まあ非常に国内において増えているのに、飼ってる人口があまりに多すぎると、今までの法律で規制してしまうと飼育が全面禁止になってしまうんですね。飼育が禁止ってことはアメリカザリガニを飼っている人はどうなっちゃうの？そうなると飼ってる人は間違いなく逃がします。その法律制定から施行までだいたい1ヶ月ぐらい猶予期間がありますから、猶予期間がありますから、みんなその間に逃がしちゃう。それが前例が一つあったのがカミツキガメだったんですね。あれ指定受けた途端にみんな一斉に逃がしてしまって、かえってインバノモあたり非常に増えてしまって問題になったりしてるということもあったので、今飼っているアメリカザリガニを他の池に逃がすのはダメってことだね。やっぱりなんとか今の法律というものの枠組みを変える必要があるという中で、長いこと、考えあぐねてようやく改正という中で、いわゆる特例として今飼育してるのは飼育してていいです。それは法律上罰せられません。ただ逃がさないでください、増やさないでくださいということですね。それなら今お家にいるアメリカザリガニちゃんもこのまま飼っていられるっていうことだよね。あれ、そういえばアメリカザリガニってどうして増えちゃいけないんだろう。感じなのかな、アメリカザリガニ街中とかその辺の、まあ、ある意味汚い河川にいる分には生態系っていう被害というのは想定されにくいところもあるんだけど、問題はそういう汚いところだけじゃなくて、綺麗な河川とか、あるいは湖、沼、池ですよね。要は貴重なトンボ類、ベッコトンボのような貴重なトンボしかいないような、そういう貴重な水域にまで離されてしまっているということが問題 で、そういったところで増えちゃうと当然やっぱり絶滅リスクを上げてしまうことになる。もともといた生き物が絶滅しちゃうこともあるから、簡単に池に外来生物を放しちゃいけないってことなんだね。じゃあ間違えて捕まえてしまったアメリカザリガニはどうしたらいいの？ですね、キャッチアンドリリースは OK です。捕まえた場所に逃がすのは実は OK なんです。基本的にはキャッチアンドリリースは法的には規制を受けない。ただ今自治体ごとにそういったところも条例を作って、例えば琵琶湖なんかだと釣った魚は必ずその外来種ポストというところに入れて処理してください、どんどん釣っていいです、だけどそれを生かしたまま逃がすというのはもうやめましょうということが琵琶湖の方では決まっていて。そっか、自治体で何も言われていなかったらキャッチアンドリリースは基本的に OK ってことだよね。そしたらもし
買えなくなったらどうしたらいいのかな。飼育する人間が飼いきれなくなったらどうするか。殺すしかないんです、それはもう本当に、うん、その命は自分で始末をつけるしかない。本当に悲しいことかもしれないけど、それが飼育者の責任であり、逆にそれを逃がしてしまうということは一番の責任なんですよね、だからそういったことでも思わず拾ってしまったなら殺すか、まあ、その場に戻すか、どっちかしかないということになる。可愛いなって外から簡単に連れてきちゃいけなかったんだね。飼育した以上は死ぬまで飼育する、飼い切るというのが飼育者の責任。もうちゃんとそれは最後まで面倒見ましょうと。それも飽きたから面倒見ないとか放置する、あるいは捨てちゃう、逃がすなんていうの、これはもう生き物を飼う人間として、絶対やっちゃいけないことだということも教育の一環としてやっていただく必要があるということ。逃がしたり捨てられたりした先でびっくりするぐらい増えたところもあるんだって。そんな増えすぎた外来種ってどうしていると思う？今自治体中心に駆除事業として、進められているカメに関しては非常にかわいそうですね。殺処分を受けることになります。おおむね冷凍処分ですね。だからそこの部分でやっぱり命をやっぱ大事にするという、本来 の生命倫理という部分には非常に相反するところがあって、これが外来生物管理の、まあ、大きなジレンマでもあり、非常に悲しい出来事でもある。殺処分なんてかわいそう。そのままにしてたらやっぱりダメなの？でもかといってそれを放置することによって生態系であったりとか日本の魚が減ってしまうといった被害も出るということを考えれば、やはり同じように命という部分と命を支えるシステムという部分に大きなダメージが出ることは間違いなく、管理せざるを得ない。これはやっぱり逃がしてしまったのも人間だし、それを放置してきたのも人間ということでは、人間の責任としてこれはやっぱり後始末せざるを得ないです。だからそういったところで命を取るという痛みっていうものは人間自身が被らないといけないことであって、これ駆除事業してる人らも決して楽しくやってるわけじゃないですよね。やっぱり本当に非常に愛らしいカメを捕まえて駆除するっていうのは、これは本当に心が痛むことであり、まあそういう作業がやらざるを得ない、そういう人もいなきゃいけないっていう、そういった世界を作っちゃったのはやっぱりみんな私たち、日本人である。そこはもう責任を共有していくことが重要かなというふうに思いますね。本当だったら逃がした人が一番の責任者であり、そういったものに対して責任を負うところでありますが、もうこれだけ増えてしまったものとしては、やっぱ国民の合意のもとでしっかりとそういうものが感じている。やっぱ命が大事だからといって逃がすというのは完全に間違いだと、それほど無責任なことはないんだということをまず知っていただくことが重要なんですね。生き物を飼うというのは本当にやっぱり命あるものの面倒、責任を持つということに対しては、どんな生き物であれ、それこそ虫からやっぱり犬に至るまで、みんな一緒なんだということをまた知っとかなきゃいけないんですよね。私、可愛いっていう気持ちだけで家に連れて帰ろうとして、何年生きるのかとか、ずっと面倒見れるのかとか、全然考えてなかったな。アメリカザリガニって8年くらい生きる子もいるんだって。8年っていうと中学生になっても高校生になっても面倒見なきゃいけなくなるんだ。だからね、アメリカザリガニは持って帰らないでこのまま池に返そうと思うんだ。よく考えないで連れて帰ろうとしちゃってごめんね。バイバイ。今回のリマちゃんのエピソードはフィクションですが、みんなもザリガニに限らず、トンボやセミ、犬や猫、ハムスターなど、その子が一生を終えるまで面倒を見れるのか、よく考えてから飼ってください。そして、見てくださった大人の皆さん、命が大切だからといって逃がすというのは間違った選択だということ。逃がしたことでもっとたくさんのかけがえのない命を奪っていること、それによって辛い思いで駆除事業を行っている人がたくさんいること、そこを皆さんに知っていただきたい、お子さんにも伝えてほしいというのが一番の思いです。そして五箇公一先生、お時間のない中とても大切なお話を聞かせてくださって本当にありがとうございました。